ルーシーと謎の少女。レベルは13。冒険を始めてからまだまだ序盤ということなのだが、ついにこの場所にたどり着いた。そう、マママーフィーに教えてもらった場所だ。するとラジオの電波にボルトの救難信号らしきものが入ってきた。こちらはボルト88からの緊急通信信号です。認証コードインピッシュ。ボルト88の緊急事態区分、詳細不明の整合性妨害。ボルトテックの職員は緊急時プロトコル VT76 に従い対応してください。信号は繰り返されます。周辺には敵がいっぱい。とりあえず倒して掃除する必要がありますな。ボルト88の緊急に対応してください。信号は繰り返されます。倒しながらマーカーの示す方向へ進んでいくと、何やら入り口のようなものが見えてきた。入ってみると、勝手に出入りしようなんて馬鹿げてる。今すぐ出て行かないと後悔することになる。ボルトの入り口を発見。しかしレイダーが侵入しようとしているみたいだ。ほらいたぞ、ね、チビのピッチめ。何かいる。掃除が終わり、ついに謎の少女シャルロットを安全安心なボルトに連れてくることができた。もうやめなさい。ボルト88、どんな楽園が待っているんだろうか。ワクワクするぞ。え、ピップボーイを持ってるの？待って、ボルトテックの人なの？やっと助けに来てくれたのね。お願い、瓦礫の山で身動きできないの。困っている人がいるのか、何かトラブルでもあったんだろうか。おかしいぞ、ロックダウンされた状態でプールもいるみたいだ。ターミナルを発見したので調べてみることにしよう。ロックダウン解除。よし、これで元に戻ったんじゃないかな。素晴らしいわ。ボルトテックワークショップを使うには制御盤を機能させないと。緊急時には原子炉室にしまうことになっている。そこを探して必ず見つけるのよ。制御盤とやらを見つけなければならないみたいだ。警備主任のグール、奴を倒せばいいのかな。結構強かったぞ。ダメージを受けてしまった。来た、制御盤をゲットした。もらった。これで修理ができると思う。よし、ワークショップが使えるようになったということは中に入れるぞ。この瓦礫を取り除けばいいんじゃないかな。誰かいるぞ。監督官なのか。すみません。待ってた人とは違った。ピップボーイを持ってるけど、明らかにボルトテックのものじゃないわね。ここで何を？どうして助けに来たの？グールじゃないか。この人はクーパーハワードの嫁さんだよな。無線標識を聞いてきたの。侵入者たちがメインドアをこじ開けようとして発動したのね。今さら本当に答えてくれる人がいるとは思わなかった。私はバレリー・バースト、ここボルトで監督官になるはずだった。それより
とにかく一緒に来て。提案がある。あんたの旦那に私は指を切り落とされたんだよって言ってやろうかと思ったけど、ここで敵対しては逆に危険かもしれない。様子を見てみることにした。終わるまでここで待ってる。クールなのにクールで暴れている奴らを倒してくれと言ってきた。正気なのか。とりあえず言われるがままに従ってみた。私がどんな希望にも応じるつもりよ。あなたは試作品の実験を担当してくれるだけでいい。試作品の実験って何？欲しいわ。探してるのはボディーガードではなくパートナーよ。この事業に価値を見出せるかどうかってところ。だんだん怪しげな宗教に勧誘されそうな気がしてきた。ええ、いいわよ。よし、素晴らしいわ。監督官のデスクが用意できるまでは始められないわ。ボルト88の未来はあなたに任せる。わがままを言ってきたんだが、監督官のデスクが欲しいらしい。仕方なく作ることにした。ついに監督官のデスク。ちゃんとしたボルトテックターミナルよ。なんだか信じられない。自分の監督官のデスクついに手に入れた。欲望の塊じゃないか。この瞬間身の危険を感じ始めたのだが、もう少し付き合ってみることにした。急に面接が始まり、入職者の募集が始まった。次のメッセ、そうしましょう。新しい家へようこそ。本物の監督官だ。ここに。ああ、クレムね。ゆっくりする前にいくつか質問があるの。どうぞ。何でも答えるよ。さあ、平和を守れって。もちろんできるさ。今すぐにでもやれるよ。監督官、悲鳴なんて聞こえないけど。またバカが来たわね。バカじゃない、ただどうしてもここに住みたいんだ。あ、っていうかもちろんです。僕何でも手伝うから。このクレム何でも手伝うから。よし、これだけでいいの？いやいやいや、何やってんのこれ。意味わからんでしょ。こう楽しいな。あ、なんだ、あの自転車が。あ、壊れた。動き続ける。弱点を。吹っ飛んだぞ。何これ、絶対違う。何かがおかしい。見返りはあるの？あなたにも利益は。それを入手したら次の実験を始められる。今度はお使いを頼んできた。これはおかしいぞ。こいつ絶対監督官じゃない。クーパーハワードの嫁さんな。どうやら入る入り口を間違ってしまったらしい。近くの病院に向かってみた。入り口に入ってみた。なんかお出迎えされてるみたいだな。先へ進むか。ああ、落とし穴。ここは一体。防護服に包まれた人がいる。なんだこれ。ここはボルト88なのか、本当の88に到着したのだろうか。誰かいる。こちらを見ている。ここから中へ入れそうだ。その少女シャルロットを連れてくることができた。この風景なんか見覚えがあるような気がする。テストサブジェクト。You're mine, mine, mine. It's right.